皆さんこんばんは、瀬戸セイラです。今ねお風呂から出てきまして、皆さんドライヤーってこだわってる？私実はめちゃくちゃこだわっていて、型落ちなんですけど、ヘアビューザーの 2D プラスプロフェッショナルというタイプのドライヤーを使ってます。ドライヤーにしては値段が高くて、お値段3万4000円ぐらいかな。今 3D プラスっていうあの新しいシリーズが出てて、そちらだとも4万2000円ぐらいするんですけれど、型落ちでも十分髪の毛が綺麗に潤うっていう、ドライヤー当てれば当てるほど髪が美しくなるっていうドライヤーです。髪がやっぱり自分長くって、モデル活動をしている中でやっぱさ、髪って一番年齢が出ると思うんだよね。本当は月1とかそれ以上で美容院に行くのが髪の毛を潤髪に保つ秘訣なんだけれども、自宅でできる限り髪の毛を美しく保つ方法はないかというふうにいろいろ調べた結果のドライヤーで全然違うから、今回は皆さんにご紹介したいと思います。じゃあかけていきたいと思います。ドライヤーのコツはまずあの根元から風を当てていくんですよね。こんな風にもザクザクザクサリと風を当てていきます。やっぱり髪が長いので乾かすのは時間がかかるんだけれども、髪を濡れたままで放置しておくとかなり髪質がよくなくなってしまうので、毎日の美容効果として丁寧にやっていきます。ちょっとずつ乾燥してきたら軽く櫛で振りながら乾かしていきます。手櫛でも十分いいですね。で正直さ、結局値段かって思いましたよね。もう乾けば何でもいいとかじゃないんですよね。全然ある程度ちょっと乾いてきたなと思ったところで、右と左でなんとなく分けて、後ろから前に向かってなんとなくこうねじりながらドライヤーを当てていきます。そうすることによって、髪の毛がより一層まとまっていきます。風がなんか後ろから当てた方が、なんかヘアビューザーにしてからさ、ドライヤー乾かす時間結構さ楽しくてさ、髪が全然違うもん。はい、そしてですね、髪の毛をある程度乾いたぞというところで、今までは熱い温風をかけていたので今度は冷たい風をかけていきます。髪の毛ってやっぱりあったかいこう状態とかだと開いてしまっているので、最後こう冷たい風をかけることによってキューティクルがキュッて固まって、最後冷風をかけることによってよりこう髪の毛がツヤがすごく出ます。はい、というわけで髪の毛をざっくり今乾かしたけど、乾かしただけで結構髪の毛にツヤ感が出てるの分かりますか？サラッサラ、ほらかなりツヤが出てます。これに、仕上げのオイルを塗っていきます。オイルは何でもいいんですけど、最後に仕上げ剤としてオイルを塗ることによってより髪の毛が綺麗に保たれます。私今使ってるのは、こちらです。よくなんかネットで広告が出てますけど、 LC ラブコスメさんの、撫でてオレンジレモネードシリーズです。洗い流さないタイプのトリートメントです。これを今3プッシュぐらいしました。で手にこう広くこう伸ばしたら、これを毛先からつけていきます。毛先が一番乾燥するんですよね、髪の毛って。かこういうオイル系はこうなんか、あとこう残ったやつをうまく、どうですか髪、超サラサラふわふわ、しかも超まとまってる。いやヘアビューザーすごいですね。自分へのご褒美、ぜひ髪の毛大事に、いいドライヤーを使ってみてはいかがでしょうか。瀬戸セイラでした。